ワルサーグ43半自動小銃。ワルサーグ43半自動小銃。ワルサーグ43は、自動小銃、ゴベア43、ゲベアドライウントフィーアツヒ、G43、グ43あるいはカラビナ43、カラビーナードユントフィーアツヒ、K43、カー43は、1943年にドイツで採用された、ワルサー社の半自動小銃である。 19世紀末から各国では自動装填式の小銃、すなわち半自動小銃の開発が盛んに行われるようになったが、強力な弾薬を使用する不標銃の自動化はかなり困難であった。ドイツでは1896年に C96 自動拳銃を完成させたパウルモーゼルが研究を進めていたが、死者時の事故で左目を失いながら、 結局成果を得ることができないまま彼は1914年に亡くなっている。その後、第一次世界大戦の開戦とともに、半自動小銃は一層着目されることとなる。それは、当時まだ実用化されたばかりの軍用航空機場で使用するためであった。開戦当初の軍用機はまだ機関銃を搭載しておらず、登場していた航空兵が、 お互いボルトアクションライフル銃で撃ち合う状態だった。そこで、軍は、より速射のできる小銃を求めて、スイスのシグ社のモンドラゴン M1908、半自動小銃を、フリーガーゼルブラダーカラビナ15、15型航空兵用、自動装填機兵銃として、採用、輸入に至った。また、モーゼル社でも研究が続けられ、やはり航空機や飛行船の搭乗併用として、 ゼルブラダーモッド、1916、1916型自動、装填銃が完成する。この両者の採用は、地上戦ほどの悪条件下での使用ではない、航空併用だったからこそ可能であったものであり、正常作動のためには、グリス付きの弾薬を用するなどの機構の未熟さや、複雑さ、重量、そして射撃精度の低さは、地上戦用の不標銃としては重大な欠点であった。 その後軍用機には機関銃が搭載されて、空戦ではライフル銃は使用されなくなった一方、不標銃としての半自動小銃の研究は継続されたが、重量の増加や、ホコリや泥に弱いといった欠点、さらに軍隊における半自動小銃の傭兵枠も確立していなかったことも重なり、第二次世界大戦に至るまで、新型銃の開発は多難を極めた。 第一次世界大戦後、ベルサイユ条約下の制約で、半自動小銃の研究開発は中断し、本格的に再開されたのは1930年代半ばのことであった。モーゼル社では G35、ワルサー社では A115 等、多数の試作銃が製作されたが、いずれも十分な成果が出せずに開発は打ち切られている。そんな中で特に興味深いのは、 ハインリヒ・ホルマーが開発した、ホルマー M35A 自動小銃である。弾薬に中型弾を使用し、連射可能だった M35A は、A35E 型まで改良を重ねられて、十分な性能を示せたものの、結局は1938年の第二次世界、対戦開戦前には開発中止が命令されている。これには、 コストの問題や主力小銃であるカー98キロの増産に集中するためといった理由とともに、軍部に根強かった中型弾や自動小銃への無理解が指摘されている。その一方で、半自動小銃の開発は完全に諦められたわけではなく、開戦翌年の1940年に陸軍兵器局派は、ワルサン社とモール社を含めた数社に設計条件を提示して、 半自動小銃の施策を命じている。これに対応して、ワルサー社とモーゼル社が提示したものは、それぞれゴベア41、ゴベア41と名付けられ、1942年から実践投入試験が行われた。その結果、より高成績を示した、ワルサー社製、41が1942年12月2日付で、ゴベア41、G41 として、 正式採用とな。しかしながらその自動装填ガスシステム等、G41 には問題が多く、軍はワルサー社に対してさらなる改良を促した。ところで、1941年の6月から始まった独ソ戦では、ドイツ軍は多くの赤軍の兵を六角した。その中には、トカレフ M1940 半自動小銃や下ノオフ、 M1936 半自動小銃といったソビート製の半自動小銃もあった。ワルサー社がこれらを十分に研究したのは間違いないところでよく似たガス圧利用システムを G41 に組み込むことにより g o b e 4 3が完成されることとなった。正式に G43 が採用されたのは1943年4月30日付であるが ようやく量産が開始されたのは10月になってからである。生産を担当したのは1943年、当初はバルサン社のみであったが、1944年からはベルリン・リューベッカー社とグストロフ社の2社が加わった。生産数については、当時の記録は不完全なものしか残されていないが、銃に刻印されたシリアルナンバーを集計した差によると、 全メーカー合計で46万2千兆と推定されている。この内訳として、最大の生産者はやはりワルサン社で22万5 5五百兆、ついで、ベルリン・リューベッカー社が19万4千兆、残りの4万5百兆が、グストロフ社である。ブッヘンバルトにあった、グストロフ社の兵器工場は、1944年8月に、部位兵器製造工場の殲滅を狙う。 英空軍の集中爆撃に遭い、壊滅的打撃を受けているため、同社の製造数は最小となっている。当初の生産品には、機関部査側面に G43 と刻印されたが、1944年4月25日付で、正式名称がカラビナ43と変更されたため、後の生産品には、K43 と刻印されている。上記の生産数は、943。 カー43を合わせた数値である。カー43については、グ43の短縮型で全長が5センチメートル、短いとか、生産省力化型である、等の情報が広く見受けられるが、これは誤りである。確かに戦争末期のものには、皇帝の省略も見られるが、これは、名称とは関係なく、行われたもので、現存する両者には、国印以外に大きな違いは見られない。 G43 のメカニズムは、簡単に言うと、G41 で採用されたフラップロック式ロッキングメカニズムに、トカレフとソビエト製半自動小銃に類似したガスピストン方式による自動装填室とを組み合わせたものである。弾薬の装填方式は固定弾装式の G41 から着脱弾装式に改良され、10発の容量を持つ弾装を下から装填できた。 銃剣の着剣装置はすべて廃止され、機関部の単有側面には、ライフルスコープ用のレールが、標準装備とされた。G43 への評価として、アメリカ合衆国のアバディーン性能を試験場における1946年923日付報告書の記述がある。そこでは結論として、以下の通り記されている。G43 において、作動不良や、 部品破損が頻発したのは事実であるが、その主たる理由は、戦争末期の粗悪な材料や粗雑な製造のせいで、あり、総じて言えば、一般の不標銃としての性能は十分であった。これについては、直接のライバルであった、ソビエト製半自動小銃は、もちろんのこと、米国の M1 ガーランドにすら勝るとも劣らないと、評価する意見もあるほどである。 開戦となった1939年のポーランド戦後、すでに前線指揮官からスコープ付き小銃を求める要望が上がっていた。これに対して陸軍兵器局は1938年頃から開発を進めてきた1.5倍率ライフルスコープを ZF41 としてカー98キロと組み合わせ、1941年7月14日付で正式化するが、 この性能は本格的な狙撃銃を求める前線の期待に応えるものではなかった。そのため軍用狙撃銃としてはカー98キロに民間用スコープを装着したものに頼らざるを得なかったが、これにはスコープ自体の絶対数の不足とか98キロの改造、調整に手間がかかること、多種多様なスコープの整備管理が困難であったこと等、様々な問題があった。 このため、陸軍兵器局は、4倍率で量産に適した、軍製式ライフルスコープ g w z f 4ゴベアジル4が4ファク、4倍率小銃用、小銃眼鏡を1942年頃に、開発導入を行った。そして、G43 に、標準仕様でこの GWZF4 用のレールを、装備させ、狙撃銃となるポテンシャルを持たせることは、 狙撃銃の大量生産を可能にするものとして、慢性的な狙撃銃不足に悩んでいた軍にとって、理想的な解決策として受け止められた。九百四十三年八月には、ヒトラー自身が、これまでの多様なスコープに変えて、この GWZF4 カー十八キロや、f g 四十二そして新型の g 十三に搭載する意向を、表明し、翌月には、g 十三 GWZF4 いずれの量産体制も整っていないにもかかわらず、スコーツ機の具4 3の増産を命令した。さらに1944年4月には、スコープ付き具4 3を指して、狙撃銃、シャーフスフト戦時ヤと宣言するに至る。しかしながらその熱意が、あだとなり、無理な増産を強いられた銃もスコープも、不十分な仕上がりとなり、 狙撃銃に求められる制度を満たすのは困難となった。この結果、当時の資料によると狙撃銃として仕上げられた、スコープ付き具、カー43の全数は1944年7月から1945年2月までで46,042兆とされており、全生産数の10%程度であった。つまり、 ヒトラーの期待とは裏腹にほとんどの g 4 3は通常の不標準として戦場に送られたのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。